大丈夫。じゃあ行こう。おいしょ。なんか。クリスタルレインボークラブ。
デリシャスなラジオクリスタル、表現する者たちの月明かりへようこそ。下町エレガント大使ピンク台風キリンがご案内いたします。ドラマチックリストーリー、愛してやまない人間模様、今夜も熱いハートは止まらない。2015年3月23日マンデーナイト21時オープン。ルーディこと羊とクリスタル相談役、時々音楽兄さん、今夜もどんなドラマが展開するんでしょう。ワクワクも止まりませんね。キャプテン D、 ダイヤモンドミッチーが歌いたくてうずうず、楽しすぎて忙しい、見て聞いて参加できる、ラジオだけど見逃せない、そんな番組がどこかにありましたか。楽屋トークだって公開、気取ってなんかいられないライブのようなラジオです。加速しました。2014年ならば今年は加速拡大、成り上がってまいりましょうか。本家本元クリスタル、行ってしまいましょう。狼、心優しき戦士たちが控えております。ご心配なく、うん、そうそう、心配しても始まらないでしたよね。全部楽しいことに変換してしまうのがクリスタルスタイル、イエス。裏返しすいません、ペンダント、ペンダント本当に後ろ向いちゃうもんね、チェックしないとね、うん、さあ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 、今日ね、はい、4週目、はい、4週目だよね。はい、そうですね。で、通常は4週目なんだけど、うん、今月は5週目があるんだよね。5週目ですね。そう、入る日が時々あるんだよね、はい、うん、年に3回か4回、あ、そんなもんですか ね、うん、なんであるんだろうね。当たるんだよね。うん、そうですね当たるんだよね。当たるんだよね、はいはいはい、その時はちょっとスペシャル的なね、うん、ことをやるんだよね。じゃあ来週はなんかちょっとスペシャルで、そう、ちょっとね、見つけたものがあってね。おお、そうなんですね。あ、見つけちゃった。あ、でもカメラ2台、記者会見だラジオなのに ね、見逃せないったらありゃしない。本当ですね。ラジオなのにね、いろんな届け物があるんだよ。届け物がある。だけど今日はね、コーヒーゼリーが来ないらしい。あらまー、残念。残念。わざわざ帰ってきた、言い訳を。いやいや、ごめんなさいって書いてあるでしょ。そこで追い打ちたて、ね、しなくてもね。受けてる受けてるね。ダメよね、先に届けとか。腕がない、ね、厳しいな、もう。本当にね。初心者の方にもね。はい、まあまあまあね、そうですね。求めるという。はい、素晴らしいでございます。では始めましょうかね、はい、はい。さあ、どこから聞いても楽しめるクリスタル、 It's Showtime。